渡し船に乗ってチョプラヤー川の対岸に行きます。無職旅覚醒の地ってところでしょうか。ビリーズブートキャンプ的な動きをしています。お祈りの踊りだと思います。そんな感じのワット光見学でした。 Google マップで調べたところ、直接バスで移動するよりも船とスカイトレイン使った方が早いみたいなので、とりあえず船着き場に行きました。これからシーロムに行きます。船着き場の直前がこんな風に商店街になってるのは面白いと思います。渡し船に乗ってチャオプラヤー川の対岸に行きます。ワットアルンがあります。渡し船の中です。対岸にワットアルン、ワットアルンの近所まで来ました。入場はしてないです。ここら辺かき割りの縦看板があって、それで記念撮影するとお金取られるっていうトラブル続出箇所だったんですけど、見当たらないですね。撤去しちゃったのかな。天気と体力の都合によりワットアルンは見学しないで移動しちゃうことにします。しっかり雨が降ってきそうなので。これは鈴を20バーツで買って、なんか書いて願掛けとしてあそこにくっつけるみたいですね。お寺の入場ルールです。タンクトップとか背中がいてるとかサンダルとか短パンはダメよと。売店コーナーです。安い安いって声かけられました。今回は座れなかったので立ち先です。でもこれはこれで爽やかでいい感じです。すげえ、自転車積んでます。あ、すごい絵が描いてあります。どういうことだ、サーカスか。リバーシティ、あそこに近代的なショッピングモールありますが、夜になると営業するみたいなんで後で行ってみましょう。これ絶対行きます。すごい、あんなに大きく書いてあります。肖像画的なものがすごい。マンダリンオリエンタルホテル、僕の初めての旅の時に盲目の老人のジュンさんという方と会って、その人にここがアジア一のホテルだと教えてもらいました。本当はサパンタクシンまで船乗ってそこからスカイトレインに乗り換えるはずだったんですけど、思いつきでぶらり途中下車しちゃいました。ここら辺学校があるみたいですね。あるみたいです。っていうかあれが学校です。まあ、こうやってねすぐ歩いちゃうから結構疲れるんでしょうけど、でも街歩き楽しいです。放課後の女子高生でしょうか。タイっぽい光景です。これから行くシーロムというエリアは僕にとってすごい思い出深い場所なんです。一言で表すならば無職旅覚醒の地ってところでしょうか。2001年の初めての旅の時、最初の3日間すごく辛くて旅に出たことを後悔しまくりでした。街はボロボロだし不潔だし、騙してくる人いっぱいいるしっていうエピソードを気持ちよく語ろうと思ったんですけど、なんとデジカメのバッテリーがなくなりそうなので、続きはまた後ほど。バッテリー少しあったので簡単にまとめておきます。バンコクは悪くなかったと、僕が悪かったと、いや悪くはないですね。見方を変えたら世界が変わったと、楽しくなったと、それを気づかせてくれたのがこのシーノムの街並みだったというお話です。だから思い出深い場所。シーロムの街並み、寺院みたいなのがあって左奥に見えるビル、確かバンコクで一番高いはずです。軽い気持ちで歩き始めちゃったけどかなり距離があります。疲れてきました。雨が降ってきました。しかもまだ距離が結構あります。どうしよう、困ったな。ムエタイでしょうか。宿の最寄り駅まで来ました。体力も天気もカメラのバッテリーもギリギリ持ちました。セブンイレブンでココア買いました。もうじき宿に着きます。宿に到着。これかキューブホステル、カプセルホテルみたいな宿だと思います。トイレとシャワールームめっちゃ綺麗、新しいし。
素晴らしい宿です。快適なドミトリーっていう意味では過去最高クラスかもしれないぐらい気に入りました。時刻は18時ちょうど、おそらく最後のバンコク散策に出かけてきます。とりあえず伊勢丹のあたりのスーパーでお土産的なものを買って、あとはノープランです。自分で言うのもなんなんですけど、この宿から出た動画、声がいいんじゃないかなと思います。慣れてきたのと適度に気合い乗りしてるのがよく作用してるんじゃないかなと。シーロムのサラディーン駅の近所です。スカイトレインの駅まで来たんですけど、あえて歩くことにしました。あんまり深い理由ないです。散歩したいなと思って、こんなんだから疲れちゃうなとは思うんですけど、まあそれはそれで。ここら辺日本語の看板も結構多く見かけます。この歩道どこまで続いてるかわかんないんですけど、結構長いです。タイジャパニーズブリッジ、こういうの結構嬉しいですね。東南アジアだとラオスとかカンボジアでもこういうふうに日本の協力した跡を見ることができます。誇らしいです。さっきの歩道そんなに長くなくてすぐ終わっちゃいました。で、降りたところにルンピニー公園があるのでちょっと行ってみようと思います。ルンピニー公園、広くて綺麗で癒されます。ステージがあって、なんかビリーズブートキャンプ的な動きをしています。とてもいい公園だと思います。でも地球の歩き方によると夜は治安が悪くて注意らしいです。具体的には分かりませんが、綺麗な湖があってスワンボートで遊んでる人もいます。筋トレの設備もあります。健康的な公園です。屋外なのにマシンとかバーベルとかの面白いですね。雨の時はしまうのかな。あと上半身裸でトレーニングしている人がいますが、蚊はいないのかな、気になります。そんな感じのルンピニー公園でした。外へ出ます。で、スカイトレインで移動しなくてよかったでしょ、楽しかったでしょと自分に言い聞かせております。なんかね、トークの内容に変化というか進化というかそういう兆しがあるなぁと自分で思いました。まあ、話し慣れてきたっていうのはありますね。最終日でテンション上がってるっていうのもありますけど、なのでこういうふうに話しながら動画撮って歩いててもあんまり恥ずかしくなくなりました。ようやっとバンコクの繁華街あたりまで来ました。ここ全然ノーマークだったんですけど、伊勢丹の一つ南のブロックにゴールデンプレイスっていうスーパーマーケットがありました。しかも24時間。雰囲気もなんかね、いいもの売ってそうだし、また後で来てみましょう。伊勢丹の蓮向かいぐらいにあるこちら、確かタイで一番御利益があった場所だと思うので、僕もしっかりお参りしていこうと思います。いろいろうまくいきますようにとお願いしました。お祈りしてる人いっぱいいます。繁華街の超ど真ん中っていうロケーションがまたバンコクらしいなと思います。多分お祈りの踊りだと思います。セントラルワールドの前に来ました。ここが最初の目的地です。ふと気づいたんですけど、朝カレー食べたっきり食べてないんですよね、ご飯で。もう18時半ぐらいだしっていうことね、気づいたら急にフラフラしてきました。買い物目的で来たんですけど、まずは何か食べましょう。で、正直言ってちょっと気持ち悪いんで、もしかしたら刺激の強いタイ料理じゃないものにするかもしれません。伊勢丹の前の屋台街、いいもの見つかりますように。それにしても夢中で観光するって怖いですね。食べてないことを気づかないんだから。建物の中入っちゃいました。こういう風にね、もう行動がなんか一貫してなくてちぐはぐっていうのが自分でも分かるんです。これ消耗してるんです。危ないです。なんとスケートリンクあります。これは予想外でした。詳細は分かりませんがホールでいろいろやってます。ユニクロもありますね。まあその他もろもろ完全に近代的なショッピングセンターです。綺麗。7階まで来たらフードコートがありました。
何か優しそうなものを食べましょう。お腹減ってんのになぜかアイスクリーム食べます。思ったのよりもちっちゃかった。普通に美味しいです。糖分が体に行き渡って回復していく感じがします。セントラルワールド7階のスーパーマーケットです。甘いもの食べてバッチリ回復したので買い物も頑張ります。